あ、そうですね、また今年からまた立川ダイス新しいメンバーが増えて新しいチームとして活動を開始したんですけど、まあその中でいろいろな合わせとかもありながら、そうですね、自分自身はちょっといろいろチャレンジしたこともあって、ちょっともがいたシーズンではあったんですけど、チームとしては非常に新しいメンバーと合わせながらすごいいいシーズンを送れたなと思ってます。そうですね、今年は本当にワンオンワンが強い選手が集まったっていうイメージで、まあリーグでもワンオンワンだけでいったらとにかく上位に入るプレイヤーが揃ってると思うん でそこをどううまく 3X にうまく融合していくかっていうのがすごく課題だと思っていたので、ただまあ見ていて楽しいチームには目指して見ていて楽しいチームを目指しているので、そのワンオンワンの強さと 3X の楽しさを融合した位置を目指していたシーズンだと思います。そうですね、印西さんとはレギュラーシーズンも同じカンファレンスだったんでよく戦っていたんですけど、なんか今日かなり奇抜な作戦を立ててきたという感じで、ちょっと最初びっくりした部分もあったんですけど、まあそれでもまあうまくチームでまあやることを明確にして勝ち切れたのは非常に良かったなと思ってます。全くバスケットボールができなかった1年前を考えると、まあ、ある意味コロナウィズコロナじゃないですけど、少しずつみんな一人一人の意識も高まってきて、まあ、その中でどうバスケットボールに 3x3 に向き合っていくかっていうのはだんだんみんなが上手になってきたんじゃないかなと思ってます。そうですね、 3x3 で僕が一番思うのは、そうですね、その一人一人のストーリーじゃないですけど、そこが追いかけやすいのかなというか、すごい多様な選手が多いですし、例えば僕なんかは教師をやりながらプレーし続けてるんですけど、例えば学生時代のキャリアでいうと、実は県大会にすら出れなかったような選手なので、県大会出れても1回勝つぐらいだったんですよ。だから今は若い世代でそういった高校とかでくすぶってる選手、大学でくすぶってる選手にもすごいチャンスがある世界なのかなと思うので、そういった一人一人の選手のストーリーとかを追いかけるとまた楽しくなってくるんじゃないかなと思います。そうですね、今この前立川ラウンドは、まあ、立川から近いところに赴任したというのもありまして、まあ、クラスの子とか授業してる子とかが応援に何人か来てくれたのは本当にありがたかったですね。まあ、学校では見せてない顔だと思うのであれですけど、まあ、恥ずかしいっていう部分もありますけど、まあ、それが子どもたちの刺激になっているのであれば非常にありがたいなと思いますし、まあ、普通の教師では教師とでは考えられないようなことを経験できていると思うので、まあ、そういった視点からも自分の教師人生にも還元していきたいなと思ってますし、はい、いろんな生き方を生徒に見せたいなと思ってます。まあ、そうですね、なんか立川駅にとても大きいポスターを貼っていただいたりとか、まあ、それを生徒が見て話しかけに来るとか、非常に僕の知らないところでもそういった活動をしてくださってて、いろんな方が関わってくださっているので非常にありがたいなと思います。まあ、八村塁選手だったり渡辺裕太選手だったり NBA 選手が出たっていうのも大きいと思いますし、あとオリンピックで男女ともに頑張りましたし、女子なんか銀メダル、あと車椅子バスケも銀メダル、もう信じられないような本当に奇跡のような光景をいっぱいこの夏見ることができたんですけど、やっぱバスケット面白いなと思ってくれる人が改めて増えたのかなと思ってます。プレーオフが行われているってことが本当にすごいありがたいことだと思ってるので、画面を通してではありますけど、まず僕たちのプレーを楽しんでいただいて、機会があれば 3x3 を自分でプレーしてみるのも本当にいい経験になると思いますので、これからも 3x3 をよろしくお願いします。